みなさんこんにちは。こんにちは。マイグロフの刺身です。あおあお。ボンちゃんです。はい、今回はゲストの江口さよさんと松原かのんさんに来てもらってます。お願いします。お願いします。お願いします。この4人で、レイクスワンカントリークラブさんを回してもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。現在3アンダーでね、はい、同じスコアになってます。途中ちょっといろいろありましたけど、はい、無事今同スコアということで、はい、危ない危ない、ありがとうございます。騙されるとかって急にバーディー急にバーディー取り始めたら危ない。なんか詐欺に引っかかったみたいな。なんか急にゴルフ変わったよね。そうね、なんか目の色が変わってなんかゴルフのスタイルもある。いやということでね、はい、視聴者さんプレゼントももうあります、はい、あるんで10万円分のアマゾンギフトですね、はい、とりあえず確定してますんで、すごい10万円分なんで、おそらく多分1万円を10名の様、はい、10名様に、送る感じになってると思います、応募方法等はツイッターか、まあ最後の動画かな、また言うと思うんで、ぜひ全動画チェックしてください、はい、キーワードの中で言ってますので、いつ言うか分かりませんので皆さんチェックしてくださいね。お願いします、はい、よろしくお願いします。何番ホールやこれ。これ残り4ってことは15番か。そうですね、はい、15番。右ドッグ打ち上げのミドル。見えへんかった。おー、耐えた。耐えました。はい、左ラフ。いや、やんか全然見えなかった。狭いですね、ここ。狭い狭い。下に落ちかけたな。落ちてもセーフなんですか。あ、セーフはセーフやったと思うけど、出せへんよな。バーボーや、うん、出せへんというか。そうやな、戻ってくんのに大変そう。おお、よいしょ、完璧。ナイスです。めっちゃまっすぐ。ちょっと左かな。あ、大丈夫。左フェアウェイ止めてて。ラフ入ったかな、ちょっと。いや、あ、大丈夫じゃないですか。ありがとうございます。ナイスです。切り返し、あ、切り返し変えた。前までこう続いてガンって打てないけど。そうやな、ちょっとテイクバックを手で上げるイメージにしました。絶対今までしなかったんやけど、テンポがなんかちょっと変わったね。なんかこういってギュッてなると僕インサイドから来るんで。あ、これをなくしたよね。一回止まるぐらいのイメージ。イメージか。2万。うん、ナイス。ナイスです。いいんちゃう。おー、ナイス。出ます。狭いフェアウェイに。めっちゃなんかフェアウェイ狭く感じやばい。ドローすごい。ありゃ、ちょっとせえへんかったけど飛んでそう。あ、出てきた。オッケーオッケー。ありがとうございます。はい。ナイス。ありがとうございます。あ、そっちやろうか。いや、お二人やっぱドライバーがめちゃくちゃ安定しますね。あんな風に打ちたいな。距離がね、300ヤードぐらいですよね。まあ、ボンちゃん、さっき210ぐらい。僕大体2、300なんですけど。2、300はやばい。そこまとめたらあかんねん。え、大体そこら辺ですね、僕は。僕はあんまそこはまとめへんけど。なんかこう、アマチュアさんででもレギュラーティーから回ったら大体230ぐらいしかいらないじゃないですか。そうですね。でもなんかすごい、やっぱドライバーって皆さんめっちゃ曲がるのに苦戦してると思うんですよ。なんかこう打つ前に何考えてるんですかね、ドライバー。でもみんなとりあえず振りたがりますよね、めちゃくちゃ。あ、そうですね。振ったら振った分曲がるのに、私はリズムを意識したんです。リズムか。はい。そうですね、タイミングよくやっぱリズム大事じゃないですかね。まあ、でも確かに振りすぎですもんね、ちょっとね。振りすぎ。で、力ある人で飛ぶと思ってるんで。そうですね。なんかよく言うの、チャーシュー麺って本当にいいですよって言います。タイミングいいじゃないですか。確かにそうやな、あのタイミングいいよな。アマチュアの人めっちゃ振りますよね。そう、めっちゃ振る。
でもやっぱヘッドが一番効率よく動かないと、うん、自分がいっぱい動いても、ね、逆だもんね、うん、飛びには繋がらないと思います、うん、まあ全然飛ばないですけどでもたまにいいこと言うんですねほんまですか、はい、たまにね小出しにしていかないとおねだりだけじゃないんですねおねだりそろそろカノンみんな聞きたいと思うけどそろそろカメラに向かっておねだりカメラに向かってカメラに向かったらもうカメラマンが目の形ハートになるから、ね、確かにもう今スペードになってるもんな126ですやっとはいマジ当たんないからな9番でいきますそっちでいくちょっとあんまりフォローなんでね弱いあ、見て、全然あれれれれれあれれれれもうほんまにやばい私も9番でいきますわぁ、左今日全部左やうん、いけございます、ここめっちゃ打ち上げ多くないはいねありがとう転がってラフ入っちゃってましたこれ行くかな、94ヤード60度で行きますフォローなんでねちょっとこう5うっ94うまく打てたけどな落とされたな風に51度でもんちゃんやったらいけんちゃう56無理いやなんか左足上がりやなときついよなきついうまいうわー飛んだいやいいんちゃうナイスあざ砂ないのバレたこの随は打ち上げがいや左足上がりをこうなってるで腰が止まるからフルスイングがむずいなそうっすねじゃあ学ばせていただきましたいえいえあざでも 5-1 で打ったらよらんな5-1 やったら俺もう奥に行く未来しか見えへんからさいやそうやねであとはやっぱフライヤー逆にかけたいからしっかり振り抜きたいやんかいや、うん、そうそうそうで緩んだらそう緩んだらこれなるね難しいとこやな今のはちょっとむずい距離感的に難かった逆にボンちゃんの距離ボンちゃんの1打目のやつ使ってた方が良かったかもしれないあ、ないよ俺のうん刺身クラブいけるえクラブいけるよクラブいけるってことはウエッジ2本持ってたはずやけどウエッジでは打たへんってことかうわこれ地味にむずいぞ左なんかなうんこれはリード許しちゃあがんで絶対 P で P P でいきますうまいうわ止まったうーん抜ける打ち方したうまいあどこだっけおおこんな感じで見えてたんや速そうやな確かにそうやな落ちどころがな上りやな53度でいきますおお、ナイスです。あまあまあまあ。強いな。行きます。どっちが近い？ボンちゃんか。どうしよう。どうしよう。うまい。うまい。入れて。うわ惜しいナイスございます今ちょっとヒール浮かしてみたあ、これさえもう一回打つんかちょっとでもそんな感じでこういう感じで打ちましたつる感じやったなはいはぁさっきちょっとさらっと技使ってきてるなぁ、はい、うん、しれっとさらっとえあ、全然
違うとこ行った。オッケー、やってきたね。すいません、ありがとうございます。もうなんか全然集中もできるなんて。そっちで行く？どうやろ。すぎて。そっちがいい。そっちの方が近いのは近い。そっちか。ほんま？いや、ちょっと立ってみてボンちゃん。どっちがいい？これ近いけど。そっちやな。こっちか。うん。オーマイガーマガえ、見てた今見てた見てた曲がったな曲がってみた曲がったちょっとやな強かったんかでもあおちょおいみんなさっき歌ったぜいきなりマジかこの距離俺に残されて俺が外すのが目に見えてる あ、いいですかちょっと待ってイランボギーやったこれイランことしたなたあんな噛み合わへんことあんねんな強かったかな俺のがいやまあでもセカンドのミスやなあの下の方と取った方が良かったかもしれないな俺の球うん上りのあれでもまあちょっとほぼまっすぐのラインやったけどいやー刺身の下の選んだらよかったんかなもう今のはセカンドもちょっとミスっぽかったなカート道上からフェーであ源さんが気合出て怒っとったとこやあんな当たるってことやった大丈夫やろ。うわ危ねえ。BK。BK。ドンキーコング。それ DK。あ DK か。ああ真ん中か。吹き流しやな。くう。めっちゃ仕上がってるやん。K。アザ。これはえぐいあざ低弾道いかへんねんないや、いかんかったな何それちょっとさっきのさっきあたりから掴み出してちょっと今それを試したかったからあえて普通でいったナイスナイスよし右でも良さそうやなでも全然ナイスですナイスマジで当たらんあ、危ない真ん中ど真ん中ごめんなさいはい、ありがとうございますすいませんモンタに飛ばしだ狙う狙ってはないです狙ってはないそこにおったお前が悪いって言ったすいませんなんでそんなとこおんねんそうオッケー。はあ。ありがとうございます。いい。ありがとうございます。よし。ええ。ございます。完璧やん。それ何？410の何？はい、410です。すいません、ありがとうございます。LST。LST です。あ、LST なの。一緒ですか？いや、LST やったんやけど、俺も。変えたんですか？そう、割れちゃってさ。あ、で次変えたら、さ、あの同じモデル買ってんけど、はい、そしたらなんか。ヘッドの個体差が違うから全然合わなくて、で結局違いますよね全然そうそうクラブでだからそれやったら曲がりが止まらないからとりあえず1個前使ってたプラスに戻して今やってるんやシャフトは何使ってんのこれですそれか、まあ、それです女の子って分かんなくないですかあんまり詳しくないですみんな適当なんですかスピーダー569エボリューション6読み上げただけ S、ね、S SR とか大事 SR です SR、はい、5SR ってやつだね 5SR ですだいたい40ぐらいですかねヘッドスピードがあー40、41、2ぐらいがいいのとフレルスで45あります、ね、5あんの、はい、女子でも、すごいな40なかったらないかなって感じですかねあそういうぐらいねすごいあそこまでスプーンですはい
左。いい球。ああ。ちょっと左かな。ダメだ、左ダメだよね。そこまで落ちてないよ、でも。本当ですか？うん。大丈夫かな。スプーンです。あ、ゴミが。お。もらいます。あ、いいです。捨てときます。あ、いい行いしましたね、これ。はい、あ、今ので一打良くなると思ってるの。好感度アップアップ。好感度アップアップアップ。スコアじゃなくて自分の好感度、自分の好感度。今多分今ゴミ拾ったから神様一打良くしてくださいって願ってるな。でもそういうのやります。めっちゃやっちゃう。そういうのやっちゃう。正直に言っちゃうところがさすがに。おお、オッケー。オッケー。ちょっと右行け。ちょっと薄かったです。全然大丈夫。ありがとうございます。200ぐらいかな、俺。うん。やっぱ女性と回ると、あの力感ってほんま学べるね。あれ、いいわ。切り返しとかも。うん。無駄な力入ってないもんな。うん。なんか、あー振らなあかんなと思うわ。あれを取り入れつつ、飛ばせたら最高やね。197。うい。3番やんで。ここでキーワード、バです。お、バ。拡散禁止で。おお、いいわ。俺そのリズムめっちゃ好きやわ。うわやったか。お右奥。弱い。いやいや、横ちゃう。四。三。あ、三か。そのリズムめっちゃいいわ。いい？うん。自分では何も分からないんだけど。読んで。松山英樹みたい？うん。秀樹みたい。それでもそっち行くんか。ああ、いいやん。来た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 。いや、かま足りないわこれ。バンカーある？ありそう。見えへんかった。2人、ちなみにベストスコア今いくつなんですか？66です。私も66です。おー、6666。うわ、フリーメイソン66でもすごいな。タクマカントリーで。タクマカントリーどこ？そうですね、タクマかもしれない。香川にしれたやめて。タクマめちゃくちゃ懐かしい。え、あ、つこーら、こーら、全然待ってないつぶれたとこ言うな。くるる、また行く。うちでもいい。行こう。行ってコース作ろう。じゃあもう一回。でもアングル的にこっちの方がいいですか？じゃあそれで57ヤードです。ありがとう。はい、もう一度だけやから行きます。54度。どうかな。どうかな。あ、惜しい。惜しいって。あ、乗ってます。ありがとうございます。今ので手前ですか？ちょっと手前。手前か。はい。あれ、どの辺やったっけ？あ、今そのクラブがあるヘッドのちょっと前ぐらい。あ、こっち。これ、うん、これ打ってそう。これいったな。これいったな。ナイス。これいったな。ナイス。ナイス。ありがとうございます。何度ですか今？あ、58度です。います。すいません、ありがとうございます。さよさんは54。はい、なんで54来ました。まあ、58あんまウエッジ好きじゃないので、くぐるイメージがあったんで。あ、くぐるイメージ。すごい苦手です。54やったら小さいスイングでちょんって感じやん、ね、そうですね、打ったら勝手に転がるかなみたいな。あ、そういう感じな。はい、さよさんのがちょっとここの下りのマウンドの下りのところにちょうど落ちて、はいはいはい、寄ってっかなって思ったけど結構止まった。止まりました。あれ、俺らのはボンちゃんのあれ、ボンさん右の右から、あれで行けるか。うん、とどめさそうか。まだ負けてるけど。え、負けてるくない？あ、負けてるのか。せる。いつの間に追い抜いていったん？知らん。
強いかな。切った。おお、ナイスです、うん。ナイスです。ちょっと強い。まあでもバーディー確実ちゃう。もう口元怪しい。P？ 9で。あ、9か。ゴーゴー今のはセンスない。これしとけばいいみたいになってます。なんか言ってました、その知り合いの人が、うん、どんなミスショットしてもなんかこうやってしてるみたいな。刺身バカやからな。折れちゃうで、あなた。あなたです。惜しい。切れたね。スライスです。ナイスパーです。出ます。切れるんですかね。ちょっと切れたね。それか最後開いたか。外した方がいい。外した方がいいと思う。はい。惜しい。めっちゃ。ナイスパー。ナイスパー。オッケー。ありがとうございます。悔しそうな顔。よっしゃ、追いつくぞ、ボンちゃん。ちょ、目つぶってやつは怖いで。うん、いいよ。入れとくわ。ナイス！ナイス！ナイス！あざ！ナイスバーディー！ナイスバーディー！よし。やばい、やばい。追いついた！いいよ。追いつきました。まあ、さっきボギー打ってるからな、言うても。何のボギーやねん、マジで。キャノン選手ちょっと打てませんでしたね。はい、一番やってはいけない。どう思いますか、ちょっと今の自分のプレーに対して。いや、情けないです。情けないですか。はい、自分に厳しい。次どうしますか。あと2ホールですけど、とりあえずでも、はい、一打でも勝てば勝ちなので。そうやな。はい、勝ちにこだわってプレーします。おー、なるほど。なんかよくわからないですけど。よくわかったやろ。え、何が正解。勝ちにこだわるねん。といてということで、残り2ホールとなりましたね。はい、はい、今現在引き分けですかね、これ。はい、3アンダーです。3アンダーで引き分けということで、最終回ぜひお見逃しないように、視聴者プレゼントもありますので、最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お二人のインスタグラム概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。